今日はミステリー作家知念美希人さんにお話を伺いします。知念さん、こんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。アメクタカオ推理カルテのファントムの病棟、皆さん待ってらっしゃったと思いますが、ついこの間出ましたね。あ、そうですね、2月の28日に発売になりました。はい、これがあのメディカルミステリーの第2弾ということで、はい、アメクタカオって実は女性なんですよね。あ、はい、そうですね。今回のファントムの病棟、どんなところが読みどころでしょうか。まあ、そうですね、ちょっと超常現象みたいなものがあの起こりまして、まあ、今回は短編が3つ、入ってまして、1つはあの炭酸飲料を飲むと気を失う男の人の話、うん、あと1つは、ちょっと古い病院で吸血鬼が出たっていう話ですね。で、最後はもう1つは病棟で天使みたいなものが目撃されて、でそれと同時に子供がどんどん急変していくっていう3つの事件の話になってます。で、それを科学的にといいますか、医学的にといいますか、解明していくという話ですね。あのアメクタカオ推理カルテ、想定もとっても素敵でね。あ、そうですね、あの伊藤ノイジ先生にあの今回も、書いていただいて、はい、なんか想像以上に可愛らしく、可愛いですね。可愛になって嬉しいですね。なんか知念さんのイメージはやっぱりアメクタカオはこんな感じなんですか。そう、なんか、うん、そうですね、最初はそこまでイメージなかったんですけれど、もう一度イラスト描いてもらってからは逆にこっちのイメージになり、完全にこのイメージで、そうですか、する時も描いてますね。ねえ、これはもうジャケ買いしてほしいぐらいに。そうですね、もうジャケットで作った人も一巻はいっぱいいました。以前優しい死神の飼い方でもお話をお伺いしましたけれどもね、はい、あのお医者様をなさりながら執筆活動って大変なんじゃないですか。まあ、結構大変ですね。ですよね、忙しくなってきてるんで。うん、でも精力的に書かれてますけれども、はい、いつ書くんですか。そうですね、休みの日とか、あとはまあ仕事終わった後ですね、あのパソコンを持ち歩いて時間が、あ、そうなんですね、喫茶店とかに書いてました。あ、なるほど。あのそういえばツイッターの知念さんの医療系のトリビアが、はい、もう毎日見ているとためになるということで、フォローが4万人超えてるんですよね。4万人あのフォローいただいてますね。忙しくてあんまりつぶやきないんですけれども。いや、今こうしてお話ししちゃうと、はい、またね、頑張ってもらわないといけないですね。そうですね、もう時間ある時にやりたいと思います。あの2011年にタガタメの刃、はい、レゾンデートルで第4回バラの町福山ミステリー文学新人賞を取ってから、もう島田総司さんからもお墨付きをいただいてますもんね。はい、本当にありがたいことでデビューさせていただきました。福ミスを受賞なさったのは本格ミステリーでしたけれども、はい、これからどんな作品を書いていきたいとかありますか。そうですね、あの福ミスはあの本格ミステリーの賞なんですけれど、指導者作品が本格ミステリーっていう感じじゃなかったので、逆にちょっと本格ミステリーっぽいものを書きたいなと思って、あの書かせていただいたのが今回の作品なんですね。あ、そうなんですね。名探偵が出てきて、不思議な謎を解いていくっていう形ですね、うん、でどういうジャンルっていうのを固定しないで、本当にあの読者の方に楽しんでいただける作品をいろいろ書いていきたいなと思ってます。知念さんにしか書けない作品ってやっぱりありますよね。だんだんそれが確立されてきましたよね。そうですね、確立されてきてたらいいんですけれど、まだちょっと模索中ではありますね。いろんな作品ぜひ読ませてください。はい、頑張ります。はい、あの知念さん、今年もバラが咲く頃には福山に来てくださるんですか。もちろんあのまた福山に行きたいと思います。はい、福山もう何回ぐらい来てくださってますか。そうですね、多分4回ぐらいは行ってますね、すでに。そうですか、はい、今あのドラマの舞台になってたりで、ね、はい、またあの注目を集めている福山ですからね、うん、ぜひ福山を舞台にまたミステリーいつか書いてもらえたら、ね、頑張ります。嬉しいですね。はい、じゃあラジオをお聞きのリスナーの皆さんに最後に一言メッセージをお願いします。はい、2月28日に発売されました、アメクタカオの推理カルテ2ファントムの病棟、しかも読みやすくて、小説とかはあまり読まない方にも楽しんでいただける作品になっていると思いますので、よろしければぜひ皆さん読んでいただければすごく嬉しいです。私も早速読ませていただきます。あ、お願いします。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ミステリー作家知念美希人さんにお話を伺いしました。